ストリートオルガン高見戦績記念館、小賀歴史博物館は、茨城県小賀市にある博物館である。小賀城のスワクルワート地に建てられている。建築家の吉田啓二が設計し、1992年の日本建築学会賞、1996年の東京建築賞を受賞した。本館入り口がある展示ホールには、オランダ製のストリートオルガンが置かれている。 江戸時代の天保三年に、雪の結晶の観察図鑑、雪数説を観光した小賀藩主、ドイリーンや、その家老であった、高見千石がオランダから知識を得たことを、象徴している。展示室一では、洋楽に造形が深かった小賀藩家老、高見千石が残した資料を展示。当時のオランダ地図や世界地図、日本地図、小賀藩領内図などの国内外の古地図、 古書、絵画、版画類、輸入陶器、ガラス瓶類、織物、温度計、製図機等の理科学機器などからなり、戦績の幅広い関心分野が伺える。その他にも、日光駅ロリ数の表は、将軍の日光社産に備えて戦績が作成した、宿駅間距離の一覧表。日光江戸間のものとしては、日本初の距離早見表である。大塩平八郎飯ほぼは、 藩主、ドイリーが、大阪城代の際、戦石が、王を平八郎の乱鎮圧を指揮した時のものである。展示室にでは、中世の古格坊、近世の古賀藩、近代の製紙工業流星や田中正造との、ゆかりなど、古川の歴史を概説。1、350縮尺の精密な古賀城下模型も、展示されており、当時の城下町の街並みとともに、 現在、定石がほとんど残されていない、古賀城の姿が再現されている。展示室3では、幕末から明治期にかけて活躍した、古川ゆかりの文化人とその作品を展示。女流漫画家の奥原聖子、伝統的絵画から、浮世絵、ギ画、新聞の挿絵など多岐にわたる分野の絵画を手掛けた、絵師、川辺教祭、奥原聖子の死であり、古賀画,画界の祖となった。 バイデン水石、初課、小山加害などが紹介されている。さらに企画展示室では、随時ような企画展示が行われている。本館から道路を挟んだ、隣接地には、高見戦跡記念館として、小賀半画廊高見戦跡の最晩年の巨宅が改修、公開されている。また、小賀出身の漫画家、奥原聖子が晩年に用いた画、画室。 類水,水騒動も、隣接地に移築され、2010年により、一般公開されている。小賀市立博物館の設置及び管理等に関する、条例小賀歴史博物館歴史の散歩2003.06、日光江戸館距離早分かり、平成16年の重要文化財指定時の、指定点数は3157点であったが、平成24年9月6日、 文部科学省国第百14 141号及び、平成27年9月4日、文部科学省国第百148号で点数が訂正され、3151点となっている。内訳は、文書、記録類686点、絵図、地図類768点、書籍類464点、書状類912点、絵画、記物類321点。 小賀歴史博物館編集発行図録高見戦石展2004年57ページ茨城県公式ホームページ茨城の文化財高見戦石関係資料小賀市文,文,文化財保護審議会編小賀市の文化財小賀市1993年25ページ小賀市文化財保護審議会編小賀市の文化財小賀市1993年28ページ 小賀市文化財保護審議会編、小賀市の文化財小菓子、1993年、29ページ、茨城県公式ホームページ、茨城の文化財、加工科医学等関係資料小賀歴史博物館、公式ホームページ、日本の解剖ことはじめから、小菓子、川口新人とその経譜小賀市文化財、保護審議会編、小賀市の文化財小賀市、40ページ、1993年、 小菓子市編算委員会編、小菓子市資料中正編小菓子、1981年における、資料ナンバー378。二街道小菓子文化財保護審議会編、小菓子の文化財小菓子、1993年、47ページ、小菓子市編算委員会編、小菓子市通詞編小菓子、1988年、537から540ページ小菓子文化財。 保護審議会編、小賀市の文化財小菓市、1993年、57から58ページ、小賀市文化財保護審議会編、小賀市の文化財小菓市、1993年、19ページ、小賀市公式ホームページ、小賀の文化財紹介古木、風じ小賀市公式ホームページ、高見千石記念館、ABCDE 小賀歴史博物館、公式ホームページ、 展示図録紹介、平井義忠、奥原聖子九蔵の奮本資料について、小枯歴史博物館起用戦績第5号、2000年、小枯歴史博物館編集、発行、野田家、文書、2003年。ありがとうございます。